はい、時間になりましたので始めさせていただきます。まずはいつもの注意事項になります。この時点で音が聞こえてないぞという方はスピーカーのボリュームを確認いただいたり、ブラウザを開き直していただいたり、それでも難しい場合は YouTube ライブでの視聴も可能です。また年始よりですね、人が入るたびにピポンピポン言う機能が加わってまして、自分の右上のアイコンをクリックしたときにサウンドエフェクトをオフにいただけると、大丈夫になります。また以下からスタンプやチャットが使えまして、早速ご活用いただきありがとうございます。もう気持ちが動いたらバシバシ教えていただけると嬉しいのと、今練習があったら教えていただけるのも大変嬉しいです。ありがとうございます。私福間と申しまして、少し場の紹介をさせていただいてから登壇いただきたいと思います。ブリッジターミナルというのは大崎にあるある社屋の建屋最上階南端にある社員向けのコミュニティスペースなんですけど、社会の方も招いて様々に使うことができます。私も場の立ち上げに携わった後に、なんかイベントの運営に使いたいというお話を複数いただいて、それまでこういったイベントを運営するということが経験なかったもんですから、ちょっと事務局内でもいろいろやってみようよってことで、やってみることになりました。当初はそうですね、定員20名くらいで隔月くらいでやっていたんですけど、やってるうちに非常に楽しくなりまして、いろんな人と知り合えたり、共通の興味を持って集まった人とお話を聞いた後に、あれどう思いましたっていう鉄板のアイスブレイク話題ができたりとかするので、講演会も懇親することもすごく楽しくて、次第に頻度が増え、コロナ禍で一時中断した時期もあったんですけど、その後かえってですね、参加登録者でいうと数倍ほどいただくようになって、遠方からも参加もいただけるし登壇もいただけるようになって、ますます楽しく暮らさせていただいております。実は今扉絵をパラパラとめくっているんですけど、95% 以上が過去の登壇者や同僚からの推薦や、じゃあ私も話していいですかっていうような懇親会でお話しいただいたりとかが占められてまして、私も初めての面識の方たくさんお会いできて、いろんな話が聞けて、この趣味最高やなと最近は思うようになっております。おかげさまで土曜日の夜9時からも楽しいというね、そんな感じでございますね。皆さんも興味を持っていただきましたら、ぜひぜひこういった登壇だったりイベントのやつだったり、ぜひという感じですね。リアル会場もこんな感じで様々やってますので、興味を持っていただきましたらご来訪いただけるととても嬉しいです。本日は熊谷先生ですかね、にお越しいただいております。既に複数回のこちらでの登壇経験のあるシンガポール在住の矢野様という英語の先生からですね、尊敬する先生ということで、今回ご紹介いただいて、私も聞くのがとても楽しみです。それでは改めまして、拍手スタンプでお迎えください。熊谷先生になります。はい、皆さんこんばんは、ありがとうございます。おお、すごいすごい拍手ですね、これ。ありがとうございます。いや、これすごいですね。なんかめちゃくちゃテンション上がりますね。はい。やっぱズームに慣れちゃってるので、こういう経験がないですから、いやもうすごいありがたいですね。ありがとうございます。これは、じゃあ、福間さん、いいですか？話して。ありがとうございます。はい。ということで、皆さん本当に土曜日の9時という時間帯から、ありがとうございます。リアルタイムで聞きに来ていただいた方も本当にありがとうございます。今日は本当に皆さんと一緒に勉強させていただきたいなというような気持ちもありますし、本当にこの貴重な時間を使って来ていただいたので、一生懸命話したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、また後で質問なんかが、ある場合は、もうぜひ普段の学校教育で、学校どうなってんのとか、そういったことをお持ちの方もきっと多いと思うので、そういったリアルな話もなるべく包み隠さず、守秘義務に触れない程度に、首が飛ばない程度に頑張っていきたいなと思いますので、本当に何でも聞いてください。よろしくお願いします。
じゃあ、ちょっと画面共有させていただきたいと思います。はい。で、ですかね。はい。じゃあ、映っておりますでしょうか。いいですかね。ありがとうございます。はい。あ、本当ですか。あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、一回共有を停止して、で、画面共有の、どれでしたっけ？画面全体ですね。あ、わかりました。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。で、最初からですね。これで OK ですか？これですね。はい。それ皆さん手間取りました。それでは、私の方からは、一人一人を理解し、信頼関係を作る、聞く力、伝える力の高め方ということで、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、熊谷正幸と言います。現在37歳で、今年38になる年です。で、公立の中学校でずっと仕事をやってきました。専門教科は社会で、野球部の顧問をしています。今日も練習がありましたし、明日は大会があるので、朝6時前に起きていくと、そういうような形です。で、3人の子供を育てております。上が4年生、小学4年生、真ん中が小学2年生、で、一番下が3歳というようなことになります。現場発信ということで、公立の教員をやりながら、本を出しております。一番左側にあるのが、教師は学校を諦めないということで、今日参加してくださっている方はご存知の方も多いと思うんですが、幻冬舎っていう出版社から、箕輪さんとか、健丈さんとかが有名な幻冬舎から、電子書籍で、出させていただきました。Amazon ランキングでは、教育部門で、1位を獲得させていただいて、皆さんに本当にたくさん読んでいただいた本になります。で、その次に出したのが、中学校に行くのが楽しくなる本ということで、こちらも全国学校図書館推薦図書に選ばれまして、本当にたくさんの方に手に取っていただけたという本になっております。で、今年の8月25日ですね、本当につい最近発売したのが、明治図書っていう教育界では業界最大手の出版社になるんですけども、明治図書さんから聞く力、伝える力を高めて先生を楽しむ秘訣というようなことで、出させていただきました。こういった活動もしております。で、皆さんもご存知かもしれないんですけど、文部科学省が、最近後でも話すんですが、教師のなり手が全然いない。若者に人気がない。なんていうブラックな職業なんだっていうことで、もうこの教員のあまりの不人気さにですね、教師の魅力を発信しようということで、文部科学省が、ハッシュタグ教師のバトンっていうプロジェクトを行ってですね、SNS で発信しようっていうようなことで、プロジェクトがありました。実はその文科省のプロジェクトの認定教員ということで、ご存知の方は多いかと思いますが、麹町中学校で、今は横浜創英の、工藤雄一校長先生と名前を並べさせていただいて、自分の名前も載っております。皆さんご存知のように、教師のバトンは教師の魅力が発信されるかと思いきや、もう教師なんかブラックすぎるみたいなですね、辛すぎるみたいな投稿があまりに増えてですね、何のためにやってるキャンペーンなんだろうみたいになって、今はもう全然盛り上がってませんが、一応自分的には地道にですね、毎回インスタの投稿には、ハッシュタグ教師のバトンを細々と、未だに続けているというような形になります。それ以外にもですね、地元の新聞に取り上げていただいたりだとか、右側の写真は市長さんに、お会いした時の写真になります。現場の先生というのはこういうふうに頑張ってるんですよっていうのをですね、市長さんにも聞いていただいたりとか、それから今日も衆議院議員の方とちょっと対談させていただいたりだとか、本当に教育業界が元気になっていくように、日本の教育が良くなっていくように、今の自分の立場でできることを一生懸命やっているというような毎日になります。で、すいません、話し始める前にご興味ない方もいるかもしれませんが、本当に今日本の教育は危機な状況を迎えています。まず一つは教員不足ということで、私が勤めている学校も、年度始め教員が足りないっていう状態でスタートしました。ただ、そこからさらに教員が2人減り、3人減りっていうような現状です。とにかく、実は現場に人がいないっていうようなことになってます。
佐賀県の僕の友達なんかは、もう本当に人がいなさすぎて、数学の先生が美術を教えてるとか、国語の先生が家庭科を教えてるっていうのがもう当たり前だよみたいな話も、まあ、実際には聞いています。で、若い方が選ぶかっていうと、倍率はもう年々低下していて、実際にはもう1倍を切っているようなところもあったりします。要は定員に満たってないっていう、そんな自治体もあったりするっていうような話も全国の教員仲間から聞いてます。で、またコロナ期間ですね、まあ、簡単に言うとうつ病になってしまって、お休みをもらう先生も過去最多を数えてますし、そういったこともあって仕事が偏っていて、できる先生のところには大量に仕事が来るしっていうようなことで、まあ、疲れていると。で、一番下、志のある先生ですね、自分はこういう教育がやりたいんだっていう方が、やっぱり公立ではそれができないってことで、まあ、フリーランスになったり転職したりっていうことで、まあ、どんどん、教員が減っているというようなことが実は今現状です。で、まあ、これらの状況なんですけども、やっぱりこれら全てがやっぱり子どもに影響してくるっていうことが自分が一番心配していることで、やっぱり自分も現場で関わっていく中で、やっぱり子どもたちの可能性とか、うん、子どもたちの、未来っていうのは本当にぜひ明るいものであってほしいと思うし、ぜひ可能性を開花させていってほしいっていうことがあるので、自分は公立の教員っていう立場でわー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 、はしゃいでいると現状を皆さんに伝えていっているというようなことになります。全国で講演会なんかも行わせていただいております。自分自身も現場仕事を一番大事にしているので、それもやりながら子どもも育てながら、なぜこういった本書いたり全国講演回ったりしてるかっていうと、本当にシンプルに日本の教育を良くしたいっていうような思いがあります。やっぱり子どもたちとずっと関わってくる中で、子どもたちの笑顔が輝く国、ある方が言ってたんですけど、その国が発展しているかどうか、豊かかどうかっていうのは、子どもの表情を見ればわかる。お金をいくら稼いでるとか、そういうことじゃなくて、パッといった公園とか学校で、子どもがどんな顔しているかを見れば、それがわかるんだよっていうようなことを聞いたことがあるんですけども、やっぱり、自分は日本の中で、子どもたちの笑顔が輝く国にしたいなと思いますし、その一番身近で寄り添う先生たちも、輝く国になったらいいなっていうことが自分の活動の原動力です。ですいません、前振りが長くなってしまって本当に申し訳ないんですが、早速今日の本題に行きたいと思います。信頼関係っていうことで、信頼とは、はい、私はまあやっぱり全ての人間関係の土台になるものがやっぱり信頼関係だと思っています。それは例えば配偶者であり、まあ自分の場合では妻であり、それから親子、自分の親もそうだし、自分の3人の子供たちもそうだし、友達、そして職場の同僚、こういった方々との関係は信頼関係があってこそ成り立つなということを日々実感しています。信頼があると何がいいのか、別に信頼なんかなくてもいい、サバサバした関係で、うん、それでいいんだっていう方もまあいるかもしれませんが、私が職員室で頑張ってきて思うのは、やはり信頼関係がある職員室は居心地が良い、安心できる空間であるということです。あとは、自分もできないこといっぱいありますし、助けてもらいたいことがいっぱいあるんですけど、そういった自分の不完全さみたいなのも、やっぱり信頼関係があれば受け入れてもらえるな。あ、自分のこのダメな部分も大丈夫だな、きっと見せてもっていうようなことがありますし、向こうもきっとそう思ってくれたら嬉しいんですけど、まあ、あとはシンプルに楽しいっていうのがあります。信頼関係があれば困った時には相談できて、助けてっていうことも言えるような関係が築けていくと思います。それから後でぜひお伝えしたいことがあるんですけども、信頼関係があれば叱られても自分自身も聞けるし、叱っても聞いてくれるっていうのがあります。実際信頼関係がないと、この叱るっていう行為は本当に危険な行為になるので、なんて言うんですかね。また後でも話させていただきたいんですけども、まあ、ある意味ではとっても危険な行為になってくるのかなと思うので、またそういったことも話したいなと思っています。はい、それからこれぜひ今日参加していただいた方に聞いてもらいたいんですけども、信頼関係がないとじゃあ逆にどうなるのかっていうことで、実際に学校現場にいて思うことです。今日聞いていただいている方は普段は学校の先生に向けて話すことがほとんどなんですけども、
今日はいろんな立場の方がいるということで、福間さんに最初、事前に送ってもらっていただいたアンケートでも、親を教えてっていうようなことがたくさん書いてありましたので、ちょっとそういう視点でも話させていただきたいんですが、信頼関係がないと、まず一番、うざいですね。本当に子供のためを思って言っているのに、子供からしたら、うちの親うざい、うちの親うるさい、うちの親ほんと嫌いって、思春期だから言うのかもわからないんですけども、自分は学校現場にいて、本当にそういうふうに言う子を、たくさん見てきました。はい。で、もちろん、うまくいってるなっていう家庭もあれば、心から私の親は本当にうざい、嫌いって言ってる子供も何人も見てきました。はい。それから、2番ですね。自分中学校でずっと教員やってるので、家で暴れる子、信頼関係がないと、親と喧嘩になって、家の壁に穴開ける子とか、本当にいます。うん。信頼関係を作っていくって本当に大切だなっていうのを痛感するような出来事があります。実際に家から電話かかってきたので、自分たちも出動して、家の中にわーって入ってって、おい、静まれ、静まれって抱きかかえながら抑えたことも、何度もありますし、信頼関係がないと大変だなっていうのを現場にいると実感します。それから3番、無気力ですね。これは最近の学校の不登校の傾向として、本当に突然糸が切れたように、プツンって学校に来れなくなってしまうっていう子が結構大量に出ております。以前はそうじゃなくて、こういう理由があるから来れなくなったとかって明確だったんですけど、最近の、いろんなところの調査の傾向で、そういったことが一番多いって聞いてるんですけども、実際に、こういったこともよく起こり得ます。で、原因もあるんですけども、やっぱり、信頼関係がないと、こういった現象が起こってくるっていうのが、実際事実です。はい。それから4番、信頼関係がないと、やっぱり、なんていうのかな。子供たちが自分の主張は言うけど、親の主張は聞かない。というようなことも、たくさん実際は出てきます。はい。例えば、スマホって書いてあるんですけども、これは何かっていうと、スマホの使い方があまりにもひどくて、深夜までそれを使っている、でそれを見た親が、あんたこんな風な使い方してるんだったら、スマホ取り上げるよって話をしたら、いやだったら私は家出てくからとか、スマホ取り上げるんだったら二度と家に帰らないから、みたいな。目の前でわーって大喧嘩みたいな。で、わかった。じゃあスマホ持っとってもいいで、みたいな形になって、なかなかなんで親子関係がうまくいかない。先生どうしましょうかみたいな声も実際よく聞きます。はい、で、あと5番、意見を言えない。これも実は学校現場にいてよくあることです。どういうことかっていうと、いつも普段学校の中ですごく活発で元気な子が、保護者会とかになったりすると、何も喋れなくなる。下向いて何も言えなくなるっていう子が、実は結構いたりします。で、翌日の学校の中で、お前どうしたんだ昨日って。いつもめちゃくちゃ元気に喋ってくれるのに、本当に下向いて喋って、黙ってたな、とかっていうと、私の親は、私が言ったことを頭ごなしにダメとかいう話になっちゃうので、私が意見言っても無駄なんですよ。だから私は黙ってた方がいいんです。お母さん私の意見聞いてくれないので、っていうような、意見を言う子も実際にたくさんいます。そういったものを見てきて、やはりこの信頼関係を築いていくっていうことがいかに大切かっていうのを自分も痛感しているようなところです。で、信頼関係をどう作っていくかっていう、それが本当に難しいことです。一言で信頼と言っても、じゃあどう作っていくんだっていうのが本当に難しいことなので、今日は自分自身も本当にたくさんの失敗をしながら、教育現場で磨いてきた心とかテクニック的なものも、皆さんにお伝えできたらなということを思っています。ただ、この中に保護者の方もたくさん、親の方もたくさんいると思うので、まず言っておきたいのは、本当にまず、親っていうのは自分も今そうなんですけど、なんていうのかな、一回勝負で、子供たちは、ごめん、間違ってたから、2歳の時から やり直させてくださいって言っても、それができませんので、その一発勝負 で、しかも教育の難しいところっていうのは、すぐに成果が出ない。10年後とか20年後に、あれが良かったのかどうなのかっていうのが分かってくるっていうのもありますし、教育の難しいところは、やっぱり正解がないっていう。これをやれば絶対に大丈夫っていうものが、はっきり言ってないんですね。
だからやっぱり教育って、まあ、すっごい難しい、難しいなって自分自身もいて思うんですけども、自分なんかは本当に若い時たくさん失敗してきました。なので、その中でこういうことはちょっとやめた方がいいかなっていうようなことが少しでもお伝えできるかなと思って、今日まとめてきたのでよろしくお願いします。で、じゃあ君はどれぐらい信頼関係を作れてるんだというね、今喋ってるんだけどっていうようなことで、少しだけ紹介させてください。左下の写真は子供たちに誕生日会開いてもらった時の写真です。本当に子供たちが自分が職員室から学級に向かう時に下手くそな演技で、先生、彼女にと別れてしまってみたいな、普段やんちゃな子がすごく神妙な顔で言ってきたので、いや君は彼女いないよねっていう話をして、あそうかすいませんと言って、どうしたら調子が悪いのかっていう話をしたら、どうやら時間稼ぎをしてたみたいで、で自分が教室に入ったら5発ぐらい顔面に向かってクラッカー鳴らされて、誕生日おめでとうみたいな、本当に1メートルぐらいの距離で鳴らされたんですけど、まあ、こういったあったかい手作りの誕生日会を開いてくれたり、あと右上、まあ、感謝の手紙ということで、この子はすごく野球部で強かった時ですね、本当に全国大会に行く一歩手前で負けちゃったんですけども、この子は少年野球すっごい強いチームでやってたので、監督にビシビシに鍛えられて厳しくされて、中学校入ってきた時はすっごい上手だったんですけど、僕は野球やめるって言って入ってきたんですね。で、いやいや先生と一緒に野球やってみようって言って、でそれでつまらんかったら中3になった時謝るべき、でも君すっごい上手だから一緒にやらないかって言って部活に入ってきてくれた子です。この子は野球があんまり好きじゃなかったけど、先生のおかげで、野球好きになれました、ね、いけなかったけど日本一のチームだと思ってますっていうようなことを最後に送ってくれた子です。信頼関係があると、まあ、こういったことが起こるんだなっていうことを自分も子どもたちから学んでいます。それからこれは卒業してからなんですけど、右上の写真の子は僕は絶対にディズニーが大好きだった子で、僕は絶対にテーマパークで働きたい、それで人々に夢を与えたいんだっていうようなことを言ってくれた子です。数年ぶりに連絡があって、先生僕レゴランドで働いてるので来てくださいって言われて、家族を連れて行ってきました。本当に生き生き働いてて、本当に笑顔が素敵で、あ、なんかこういったところにも誘ってもらえるっていうことが本当にこの仕事をやってて醍醐味だなって思いますし、左下はこの子たちも卒業生で、写真は載せていいよって言ったので載せてるんですけど、先生お腹空きましたとか言って一人から連絡来たので、なんだとかって言ったら、肉食べたいですとかって言うから、わかった、じゃあ行こうとか言って、焼肉食べ行ってきました。左上の子は進路相談、僕は中学校の教員なんですけども、高3の時に、進路相談がしたいですって言って、言ってきてくれた子です。なのでよしやろうってことでお寿司屋さんで喋りました。右下の子はちょうど数年前コロナが直撃した時に中学校3年生だった子で、夏の大会、最後の夏の大会が中止になっちゃったんですね。だからこの子たちは本番できずに不完全燃焼で終わっちゃった子たちなんですけど、その悔しさ乗り越えて高校3年生野球やり続けて、で高校3年生の夏に、先生僕最後まで野球頑張りました、ぜひ最後の大会見に来てくださいっていうことを言ってくれたので、わざわざタオルとうちわを自分の勤務校まで届けてくれました。はい。で、野球の応援に行きました。本当に卒業してもつながれる仲って素敵だなって、自分でもありがたいなと思ってますし、この子は実は学校の先生になりたいって言ってくれてる子で、この子のためにも、これからの子のためにも、少しでも素敵な教育会を作っておきたいなっていうふうなことを今痛感しております。それから、まあ、本当にたくさんの子に誘ってもらうので、柔道の大会行ったり、ソフトボールの大会行ったり、吹奏楽の演奏を聞きに行ったり、もう誘われたら全て行くっていうような気持ちで今行ってます。とにかく信頼関係があるから、素敵な関係が、教え子との素敵な関係が長く続くことが僕はすごく幸せだなと思っていますし、まあ、自分は教員っていうものを選びましたけども、本当に子供の数だけ夢見られるっていうのが、自分は本当に素敵だなと、ありがたいなと思ってます。で、本当に成長、子供たちの成長、そして感動を、まあ、実は与えているようで与えてもらえるっていうのが、教員の醍醐味だし、この職業の素敵なところだなっていうのをいつも痛感しています。まあ、ただ、これもやっぱり信頼関係があるからだなっていうのをすごく思っていて、やっぱり先生といっても、この先生は嫌だったな、
好きじゃないな、外れだなっていうことで終わってしまうこともあると思うので、教師という職業が素晴らしいというよりは、信頼関係を築けたかどうかっていうことが自分はとっても大事なことだなと日々現場にいて思っています。はい、いよいよ本題に入っていきます。本当に前振りが長くてごめんなさい。現場でやってきたことを少し紹介します。ただこの中には職場で生かしたいとか家庭で生かしたいという方もいらっしゃると思いますので、ぜひ自分ごとにして聞いていただけると嬉しいですし、あくまで参考程度に聞いていただけるとありがたいなと思います。まずは信頼関係を構築する秘訣は、はい、極論ですね、もうめちゃくちゃ簡単で、もうシンプルに聞くと伝えるの2つだけだなと自分は思っています。ではまず聞くの実践編からいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。その1、そもそもなぜ聞くなのかということで、信頼関係を作るっていうことと聞くっていうことが、どんなつながりがあるのかと。実はですね、僕教員になって1年目からずっとこれ聞き続けてるんですけども、信頼できる先生ってどんな先生って子どもたちに毎年聞いてます。で、実はどの地域でやってもどの年代でやっても大体同じような答えでまとまってくるんですね。これがなんかすごい面白いなと思ってて、なんか時代の流れによってこう変わったとかあんまないんですよね。はい、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、まず第3位が平等に大切にしてくれる先生っていうのが、まあ、大体毎年上位にランクインしてきます。で、第2位が面白いんですけど、叱るときに叱ってくれる先生、これは実は第2位に入ってくるんです。で、なんか最近の子は叱られ慣れてないとか、叱られることに対してすごい抵抗反応があるよねみたいな話を自分も聞くことあるんですけども、そんなことなくて、やっぱ子どもたちはよく見てるし、叱ってくれるときに叱ってくれる先生は実はすごい信頼してるんですね。面白いなと思って、よく卒業のときにもらう手紙でも、先生があのとき叱ってくれなかったら今の私はないみたいなことを書いてくる子すごい多いんですね。ただこれ面白いのが、嫌いな先生ランキングの1位はダントツで、すぐ怒る先生なんですね。すぐ怒ってくる先生は嫌いな先生でも1位なんです。でも信頼できる先生でも叱ってくれるときに叱ってくれる先生は2位に入ってるんですね。どっちの上位にもいるっていう、これなんでなのかなっていうのをまた後でもちょっとお伝えできたらなと思うんですけど、で、実はぶっちぎりの第1位が話を聞いてくれる先生になります。これ本当ぶっちぎりです。2位との差もすごい開いてるぐらい、もうダントツ1位なんですね。話を聞いてくれる先生です。で、みんなにとっていい先生じゃなくて、私の話を聞いてくれる先生を子どもたちは求めてるんだなっていうことをすごく思います。また不登校の子が救われた対応ということで、不登校に陥ってしまった子、まあ、不登校になってしまった子がこういうふうな関わり方してくれてすごく嬉しかったよっていうのはランキングは、実は好きにさせてくれた、まあ、要はちょっと自由にさせてくれた、今自分が学校行けてないことも含めて自由にさせてくれたっていうのが第3位です。第2位は感謝された、ありがとうって言ってもらえたっていうことが第2位に来ます。で、やっぱり第1位は気持ちを聞いてくれたっていうことが、これもダントツで第1位に入ってくるようです。で、これ自分が実際に学校現場の中で子どもたちの声を聞くって活動にこだわり抜いて子どもたちの声を聞いてきたんですけども、実際に受けた相談です。家庭内暴力、いじめ、孤立、それから孤食ですね。毎晩一人でご飯食べてるとか、ご飯食べてないから給食が頼りだっていう子もいますし、成績不振、これは97点取った子が答案用紙渡したら泣き始めて、で、どうしただとかっていう話をしたら、いや、もうこれじゃダメだ、お母さんにも怒られるし、私自身も全然良くないと思ってるって言ったので、なんでだ、97点じゃないかって言ったら、もうずっと3点足りないって言って泣いてました。で、呼んで、話をそこからしばらく聞いたんですけども、そういう背景があって君は97点取っても涙が出るんだねっていうのことを聞いたことも
ありますし、自己肯定感の低さ、これは僕子供たちと話すときに、自分に点数をつけるとしたら自分のことを好きか、それを点数にするんだったら何点ぐらいって聞くと、マイナス100点とかいう子います。教育現場だと。100点つける子は、クラスに1人いるかいないかです。大体の子は20点以下ですね。で、本当にクラスでリーダーやるような子も、私は3点ですって平気で言うので、なんで君は3点なのとかって話を聞くと、話し始めますけど、本当に子供たち悩んでます。最後に、下から2つ目の、容姿への悩み、これ本当に言いたいんですけども、子供たちに、コンプレックスあるって聞くと、ほとんどの子が顔って今答えます。うわぁ、このコロナ禍でマスクをずっとつけ続けてきた弊害は、こんなとこに出るんだっていうのを自分も悲しくなったんですけど、自分の顔が嫌いですって答える子めちゃくちゃいっぱいいるんですね。だから、未だにこんなに暑くてもマスク取れないっていう子いっぱいいます。もう僕は学校でずっとつけてないんですけど、みんなの顔 見たいから外せよとか言って。で、外したところで、お前たちの顔なんかどうせ見てないからとか言って。顔なんかどうせ誰も見てないぞ。外せ外せとか言って。なんか外さない理由聞くと顔見られるのが嫌だって言うんで、いや、誰も見てない見てないって。見てないから外しなさいなんて話をするんですけど、実はそのぐらい子供たち今自分の顔嫌いだと思っていますね。はい。ということで、まあ、本当に思春期真っただ中の子供たちは、もう悩んでるので、この声を聞くっていうことがすっごく大事になってきます。うん、さらに、この聞くっていう行為がどんだけすごいかっていうと、本当に教育現場にいて、この聞く、とんでもないなって思ってるんですけども、まず、子供たちの声を聞くことで、子供たちのことが好きになれます、こっちも。やっぱり、何も知らないわけのわからない。例えば、宇宙人みたいなのが目の前に出てきたとして、これを好きになれるかって言ったら難しいと思うんですね。だけど、話をして、その子のことが分かれば分かるほど、あ、そういう背景があったんだなって子供たちのことが好きになれます。で、この好きになると、必ず子供たちは敏感なので、あ、この人を自分のこと好きだなって言って、向こうも気持ちで返してくれます。それがなんか、この仕事のやりがいでもあるし、聞くことの最大のメリットだなとも思っています。また、聞くことで聞く姿勢が身につくということで、やっぱりちょっと自分も野球関わってる関係もあって、子供たちに意見を聞こうっていう風潮ってやっぱあんまないんですね。うん。どっちかっていうと子供なんかに意見言わしたら、わがまま放題になるだろうとか、図に乗るだろうとか、っていうようなことが、やっぱりあると思うんですね。で、それが証拠に、やっぱコロナ禍で本当に大変だった時に、子供たちの気持ちを聞くって機会はあんまりなく、その一番の主役は子供たちなのに、この子たちが話し合いに参加しないまま、いろんなことがズバ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 決まっていくっていうようなことが、現場にいてもたくさんありました。僕はなんか、あの時子供たちは何を考えていたんだろうっていうことをすごく気になってましたし、実際たくさん聞いていたので、この子たちが声を発せる場ってどこにあるんだろうなっていうことをすごく思ってました。で、実際僕はこの聞くって活動をずっとやってるんですけども、そうすると図に乗るどころか、やっぱり子供たちは聞いてもらえて嬉しかったってことをまず思うので、そうすると今度、じゃあお友達の話も聞いてあげよう。っていう、こういう姿勢がですね、本当に身についてきます。友達の話もよく聞いてくれるようになるので、それもいい点だなと思っています。また、三つ目、子供は答えを持っているということで、ちょうどそのコロナ禍の時に、中学校3年生を担当してて、じゃあ、みんな修学旅行も、残念ながら東京には行けなくなってしまったけど、どういう修学旅行にしたいみたいな話を聞いた時に、子供たちたくさん意見出してくれました。そのおかげで、テーマパークで、迷惑かけないレベルの逃走中みたいなことをやったり、夜は大宴会みたいなのをやりたいっていうから、じゃあちょっとみんなでプラン作ってみようよとか言って、大宴会もやりましたし、体育大会も密はダメだからってことで、たくさんの競技がダメになったんですけど、じゃあ球入れないはどうですかみたいな話になって、球をいかに入れさせないかみたいな、普通球入れだと思うんですけど、玉入れないっていう競技を考え出して、実際にやってたりとか、本当に子供たち答えを持ってることが多いので、この聞くっていうことは、すごく信頼関係を作る上でもメリットになります。子供たちは実際卒業していくときに、先生たちはコロナ禍で大変だったけど、僕たちの思いをたくさん聞いてくれたっていうことを、最後のスピーチで話して卒業してってくれました。僕たちも本当にそれ嬉しい思い出として残ってます。
で、相手の声を聞くために、じゃあ何してますかっていうことですね。例えば教員の方であれば子供たちに、親であれば我が子のために、職場の同僚であればその同僚のために、じゃあその人の声。声っていうのは、わー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 言ってる声もいいんですけど、まあ、僕が言う声は本音であったり、悩みであったり、言いたいけど言えないことであったり、まあ、そういったものを指すんですけども、じゃあこの声を聞くためにじゃあ実際何をしているかっていうことが一番大事になってくると思います。まあ、実は皆さんも心当たりがあるかと思うんですが、実は待ってるだけではこの本音とかっていう声は入ってこないんですね。雑談の声は入ってきても。なので聞く行為っていうのは実は受け身の姿勢じゃなくて攻めの姿勢だと自分は思ってます。こっちからアクティブに働きかけないと、その声って絶対入ってこないので、ちょっと今から自分がやってきたことを少し紹介したいですね。はい。これ僕ずっとやってるんですが、子供との交換日記で作るアイノートということで、僕自分のクラスの生徒と全員と交換日記をずっとやってます。で、それをですね、アイノートといって、これ1年に1冊必ず作るんですけども、今年度のやつももうかなり分厚くなってしまいましたが、本当に子供たち一人一人のことをわーっと書いていってます。はい。で、それって例えば、たわいもない日常のこと、その日記に書いてあった日常のこともそうですし、子供たちが、まあやっぱ学校って自己実現の場だと思ってるので、どうなりたいかっていう子供たちの思いを知らないのに、こっちとしてはサポートす、もうへったくれもないというか、うん、なので、で君、どうなりたいのっていう、うん、どういう自分になっていきたいのっていうようなことだとか、あとシンプルに本当好きなもの、嫌いなもの、それから不安や悩み、人間関係、それから家庭訪問行ったり、保護者会では保護者の方に来ていただいたときには、やっぱり親が子供のことを一番大切に思っているし、付き合ってきた年数も、その僕なんかが、ね、比べ物にならないくらいなので、親の思いも書いたりだとか、そういったことをもうとにかく1年間書き溜めていく、このアイノートっていうのを実践を続けています。書き込むことはさっきも言いましたけど、ここに書いてあるようなことです。で、なんでこんなことやってんのか、ね、こんなわざわざもうめんどくさいことをやるのかっていうとですね、僕にとってはめんどくさくなくてとっても大事なことなんですが、まずやっぱり相手をもう丸ごとそのまま理解すること。うん、こっちの主観でというよりは、もう日記に書いてあったことをそのままふーんって言って受け入れる。それがやっぱり一番理解になるので、そういったところです。で、子供って、自分が好きなものを好きでいてくれる人大好きなんですよね。例えば、ボーカロイドが好きっていう子供に、なんだそれ気持ち悪いな、あんな電子音。歌手が歌った方がいいだろうとか言ったらもう一撃で終わりなので、信頼関係二度と作れないと思うんですけど、で、自分なんかは、あ、ボーカロイドっていうのがあるんだねっつって、じゃあちょっと先生も聞いてみるから一番おすすめの曲教えてよっつって、で子供が好きなものを一緒に好きになるとか興味を持つっていうようなことをやると、やっぱり子供たちって好きなものを大事にしてくれる人を絶対に無限には扱わないので、で自分自身もそれによって楽しいっていうのが一番あるんですけど、あ、ボーカロイドでこんないい曲あるんだみたいな、そういうのを毎年発見できてます。先生このアニメ面白いですよ、あ、見てみるわっつって見てみて、あ、推しの子ってこんな面白いんだねみたいな、それで話題が弾むこともたくさんありますし、まず相手を理解することです。それからやっぱり声を上げやすい仕組みを持っておくことが僕はすごく大事だなと思ってて、要は悩みがある、辛いことがあるって時にどうすればいいのかわからないってことがあると思うんですね。例えば本当にさっきの話だと、なんていうのかな、孤食とか家庭内でのいろいろとかあると思うんですけど、子供たちってどこの誰に言えばいいかやっぱ分からないんですよね。で、一番身近にいる大人って親か先生ぐらいだと思うんですよ。そうなったら、そのどこに言えばいいか分かんないようなちっちゃなちっちゃな声に誰が寄り添っていくのかっていうことを僕は常に思っています。それがやっぱり現場で働く教員一人一人のやるべきことだなっていうことをすごく思いますし、その小さい声に寄り添う、小さい声をちゃんと聞くっていうことを意識しているので、やっぱり日記一つでも、先生、私こんな大変なことが今あってっていう、なんか声上げやすい仕組みとして一個持っておくのは大事だなと思ってます。まあ、あとは本当にそこに書いてることをネタに雑談のストックで、気軽に喋れるといいなと思ってるんですけど、
そういったところですね。はい。っていうところを、まあ今大事にしているところです。まああとは承認の種まきっていうところで、はい。なんていうのかな。子供たちの現状をそのまま丸ごと受け入れて、子供たちに、を認める場面っていうのをたくさんできるようにしてます。はい。で、実は親御さんにも、の参考にもなるように、僕は実は家庭内でもやってます。親子夏休み手帳ということで、今年の夏休みも、自分の娘と息子と、交換日記をずっとやってました。はい。これ、自分の娘との交換日記なんですけども、本当に娘、文章書くの上手で、本当に毎日の出来事を、一生懸命書いてくれました。はい。そうすると、自分の娘ながら、例えば、学校の生徒にもこうやってやってるんですけども、やっぱちょっと生徒の日記は見せれないので、例えば、うちの娘なら、ビンゴが好きなんだなっていうことがよくわかります。赤い丸で囲ってあるのは、ビンゴ、ビンゴ、ビンゴって、ああ、そっか、ビンゴ好きなんだなって。で、あとは、青い丸で書いてあるの、本ですね。うちの娘は本読むの大好きなので、あ、そっか、本好きなんだってなったら、じゃあ、どんな本が好きなのとか、その本トークでどんどん広げることができますし、あとは、この子はすごくお手伝いをたくさんしてくれるんですけど、あ、お手伝いを褒められたり、お手伝いをしたっていう人の役に立てたっていうことが、すごい嬉しいと思う子なんだなとか、まあ、他にも、ここにイラストがちょっと書いてあると思うので、あ、カービィが好きなんだなとか、本当に取るに足らないようなことに思えるかもしれないんですけど、実はそういうことの蓄積が、その子を理解する上で、まあ、一番大事だなと、自分なんか思ってます。こういったことをですね、本当に事細かく一人一人、学校でも書いていってますし、まあ、親としてもやっていっているようなところです。ちょっとめんどくさいように思うかもしれないんですけど、ここに期間限定、夏休みだけとかでもいいと思うので、本当にこの文でのコミュニケーションっていうことは、お勧めします。ちょっと、なって、一歩踏み出すになかなか大変かもしれないですけど、これやると一気に子供たちの解像度が上がっていくなっていうのを思ってます。はい。そしてその3ですね。原点にして頂点、二人きりの会話です。はい。自分なんかはもう子供たちに、生徒たちには事前にアンケートを取って、で、一人一人呼んで、雑談、まず最初に雑談して、これもさっきのアイノートがあるんで、これをもとに、お、最近財布買ったらしいね、みたいな雑談から入るんですけど、はい。和やかな雰囲気で入って、そのアンケート用紙に書いてあることを質問していきます。はい。でとにかくこの時に意識しているのは、もう本当二人きりで話すのは最強なんですけど、自分ももう一学期の間で2回か3回ぐらい、3通りぐらい36人と面談やってるんですけど、とにかくアドバイスはいらないですね。子供たちが悩みを言ってきてくれた時も、お、これアドバイスチャンスかと思って、自分なりの話をわーってしても、全然違う方向いてたりして、あれみたいな。悩み相談してくれたのそっちだと思うんだけどと心の中で思いながら、あ、そっかと。アドバイスいらなかったねと思って、とにかく聞くに徹するっていうのを、意識をしています。2番、これはどういうことかっていうと、子供たちって、学校生活楽しんでね、楽しもうねって言っても、心の中が苦しみでいっぱいだと、楽しいが入る余地がないんですね。だから、順番としては、その楽しいを与えるよりも先に、まず苦しいを抜いてあげることが先なんだなっていうことを思ってます。実は聞くだけで苦しみって本当抜けていくので、とにかく聞いて、その子の苦しみを分かってあげて、抜いてから楽しいことを少しずつ増やしていくっていうことを意識してます。まず苦しいことをとにかく聞くっていう、それが大事なことだなと思っています。あと3番は、言動の価値づけということで、まあ、さっきも言ったんですけど、子供たち自己肯定感がめちゃくちゃ低いので、自分なんかどうせとか、自分は役に立ってないとか、自分の行動には何の意味もないって思ってる子本当に多いんですね。びっくりするぐらい多いんですけど、だから子供たちっていかに自分たちがすごいかに気づいてないんですよ。なので、僕なんかは、でも君ってさ、こういうこともやってくれたよねとか、でも君のこの行動すごかったよみたいな話を、よくします。そうすると子供たちは、あ、それがすごかったんだみたいな。あ、それってこんなに褒められることなんだみたいな形で、喜んでくれますね。で、自信をつけてくれます。なので、二人きりで話すときに、なかなか普段伝えられないことを伝えます。しかもこの時は、もう、歯が浮いてしまうような、ようそんな恥ずかしいことを大きい声で言えますね、ぐらいのことをですね、もう自分なんかはもう、ガンガンに伝えていきます。オブラートにも包みませんし、もうど真ん中直球勝負みたいな、お前は本当にすごいと思うぞとか、
先生はあれを見て感動したし、自分自身も人のために動ける自分になろうって君のおかげで思えたよとか、普段だったら絶対言えないでしょみたいなこととかもあえて言うようにしてます。相手に伝わっ、そうですねっていうのをちょっと思ったりしてます。はい。とは言っても日記を書くとか、一対一で話すとか、そんな時間がないよって方も多分やっぱり多いと思うので、ちょっとおすすめのことを紹介したいんですけども、この何かあった作戦ということで、これすごいおすすめなんですが、ことあるごとに僕何かあったって生徒に聞くんですね。そうすると、まあ顔色とか見たり、人間関係が変わってたりとか、まあ自分なりに違和感に気づくポイントがいくつかあるんですけど、それ当然我が子にも適用してるんですけど、そういう時に何かあったって聞くようにします。そうすると、まあ何もありませんよとか言う時もありますし、あ、だよねとか言って、だと思った思ったとか言ってスーって消える時もありますし、なんかあったって聞くと、そうなんですよ、先生、なんでわかったんですかとかって言われるので、いや、それは前毎日見てるからわかるよとか言って、適当なんですけど、適当に声かけてるんですけど、わかるよとか、なんちょっと聞くから言ってみなよとかって言うと、人間関係かなと思ったら全然違う悩み来たりとかして、で、うん、その悩みかなってちょっと思ってたんだよねとかっていう話をするんですけど、この何かあった作戦は自分すっごいおすすめですね。なんでわかるんですか先生とか言ってくれるのでね。はい。それからですね、作戦その2、日記あ、これもよく使います。交換日記してるって言ったんですけど、日記ありがとうねって言って返します。でさ、って言って、この日記に書いてあったことについて一言でいいから話すようにしてます。で、これジャブのように毎日続けると結構信頼関係を作ってコツ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 作っていくのには役立つので、うん、例えば自分なんかは、例えばさっきの日記だと、日記書いてくれてありがとうねって、すっごい楽しかったよ。でさ、ビンゴ好きなのとか、今何の本読んでるのとか、そんな会話のきっかけにしたりしてます。時間がなくてもこれでできると思うので、はい。それからですね、休憩時間を狙う。これは本当におすすめです。例えば僕が学校でやってるのは、朝の早い時間に教室にいるっていうことをやってます。で、そうすると、もう何にもやることない無防備な子供たちが順番に入ってくるんですね。で、学校ってきち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 時間が決まってるので、はい、放課、はい、授業。でも放課は友達たくさんいるみたいな中で、落ち着いてなんかこう話せる場ってあんまないですから、朝一の子供たち捕まえるの大チャンスなんですね。で、職場で言うと、やっぱり僕お菓子を持っていきながら、食べるとかって言って、若い子に話しかけて、お、ありがとうございます。いいんですかアルフォートとか言って、アルフォートうまいよねとか言って渡すんですけど、そのついでに、どう最近どうみたいな話をして、あ、実はこうで、みたいな話をします。昨日もちょっとそんなきっかけで、後輩とたくさん話せたり、実は今ちょっと悩んでて、みたいなことも聞けたので、このなんか休憩時間を狙うっていうのすごいいいなと思ってます。それから家庭ではこんなことやってます。僕は寝かしつけをもう意地でも やりたいと思って、必ず寝かしつけをするようにしてます。はい。で、その時に、今日何があったって自分の子供に聞くんじゃなくて、聞くんですけど、今日何があったの、これこれこういうことがあったよって、必ず、どう思ったとか、なんでそうしたのっていうことを聞くようにしてます。とにかく出来事より感情に注目をして、で、自分の言葉で話させるようにしています。なので、落ち着いて2人とか、自分と子供たちと話す時間を、こんな忙しいですけど、本当にちょっとでもいいんで、僕は確保したいなと思って、これは結構こだわって自分がやっているところなので、もしよろしければ皆さんも、本当に5分でも10分でもいいと思うので、向き合う時間。うん、で、その時に僕はもう、右脇に長男、左脇に長女、上に、なんていうのかな、3人目ということを、もうスキンシップを大事にしながらやってるんですけども、はい。何かこう、一つ、これは続けてきた、みたいなことがあると、自分にとってもいいかなと思ってます。で、寝る前3つの言葉っていうのは、これ伝える方に、伝える実践に入るんですけど、自分が、はい、じゃあ3人ともって、何々くん、何々ちゃん、何々くん、あなたたちは何点ですかって聞くと、子供たちは、我が子たちは、100点って答えます。そうだね。100点だね。パパがいつも言うもんね。で、パパより先にって言うと、
絶対死なないって書いてきます。そうだねっつって、車の事故とか気をつけてよとか言って、ちゃんと前見て歩いてよとか言って。で、何々くん、何々ちゃん、何々くんは、パパとママのって言うと、宝物って書いてきます。これ本当見せたいぐらいなんですけど、毎日これやってます。そうだなっつって、はい、じゃあ今日も楽しかったで寝るぞっつって、寝るようにしてます。はい。ということで、今の話にもあったんですけど、まあ、伝える実践ですね。今度は、聞くだけじゃなくて、今度自分の思いを伝えていかないといけない場面がたくさんあります。で、聞く実践は素晴らしいんですけど、実はこればっかりやってると、自分の心が疲れてきちゃうんですね。受け取ってばっかりで。で、誰にも褒められやしないのに、誰にも認められやしないのに、こっちはたくさん子供たちのことを認め、ね、やりたいからやってるんですけど、それだとね、心が本当に疲れてくるっていう実感が自分にはすごくあって、なので、時にもうわがまま放題、好き放題、私はこれを大事にしてるんだっていうことをガンガン伝えていった方が、自分の衛生上もいいし、子供たちとか相手のためにもいいんですね。なので、すみません、ちょっと時間がなくなってきてしまったので、ちょっと、早足で言って、その叱るの部分だけは少し話したいと思います。まずは伝えるってことで、伝えたいことがないと伝わらないので、はい。まず、本当は皆さんにここを時間取って書いていただければなと思ってたんですが、ごめんなさい。もう調子乗って喋りすぎてしまったので、またお時間があるときにやってみてください。もし大切な人に、最後、これだけは伝えれますよっていう時間をもらえたら、まあ、我が子でもいいですし、職場の方でもいいですし、今一人頭に思い浮かんでる人に何を伝えたいと皆さんは思うでしょうか？で、これすごい大事だと思うんですよ。で、僕はこれを人生哲学って呼ぶんですけども、ぜひ皆さん、伝えたいことがないと伝えるっていう行為は成立しないので、何伝えたいんだろう？自分の人生で大事にしてることって何だったんだろうっていうのを、一度紙にまとめてみたりするといいと思います。その時にまあ自分だけの経験、人と比べて私の伝えたいことってペラペラだなとかじゃないんですね。人それぞれ人生が違うので、一つ一つオリジナリティで、一つ一つそれは素晴らしい体験なので、自分だけの経験とか、あとは黒歴史ですね。自分が黒歴史だと思ってることって実はすっごい価値があるんですよ。例えば自分が病気になっちゃった。あの時本当苦しかったな。っていう思いを持ってる人も、同じ病気を背負ってる人からしたら希望なんですよね、乗り越えた姿。なので、何にも苦労もしてない人からの大丈夫だよよりも、本当に同じ苦しみを経験して乗り越えた人の大丈夫だよは、同じ大丈夫でも、大丈夫だよでも、重みが違うと思うので、実は自分があの時大変だったなっていうのは、大きい伝えたいことに変わっていくと思います。また座右の銘とかですね。で、実はここでわーってたくさん書き出すことができたら、思い出してほしかったんですけども、実は今まで一番心に残ってる教えって何ですか？皆さん。誰から何を言われた時ですか？で、これ、パッと10個も20個も思い浮かぶって方いますか？例えば、小学校の学校の先生とか、中学校の学校の先生でもいいですし、親でもいいですし、習い事の先生でもいいんですけども、今までで一番心に残ってる教え。で、実は、そんなにいくつも思い浮かばないと思うんですね。正直言って。人間そんなもんだと思ってるんです、僕は。昨日の晩ご飯ですら怪しいですし。だからこそ、たくさん書き出した後は、僕は数を絞るようにしてます。で、なんでわざわざこんなことをするかっていうと、やっぱりどうしても僕も感情が前に出てきちゃう時があるので、そういうことやってると、やっぱ昨日はこうやって言ったのに、昨日はあれをやれって言ったのに、今日になったらこれはダメって、なんか言ってることがブレてるなっていうことが起こってくるんですね。で、言ってることブレてるって子供たち一番混乱しちゃうし、どっちが正しいんだろうっていうことになっちゃうので、やっぱり感情って僕あんまり当てにならないと思ってます。昨日あれほど食べたかったケーキが、今日はもう見るだけで気持ち悪いってこともあると思うんですね。なので、やっぱり自分が落ち着いた時に書き出した信念、これを手本とすることで、僕はなんか羅針盤、伝えたいことの羅針盤になるんじゃないかなと思ってます。ちなみに、僕が教室にも掲示してあって、家でも大事にしてやることがこんな感じです。熊谷家十訓なんですけど、これが僕の伝えたいことだよって、もう事前に伝えてあります。はい。
はい、それから、その2、じゃあどのように伝えるか、いつ伝えるかですね。伝えたいことがまとまったら、じゃあこれどう、いつ言うのって、いつ子供たちに言うの、我が子に言うの、同僚に言うの、これまずどのようにっていう点でいくと、もう本当にこの3つがシンプルにして僕は最強だと思ってるので、あんまり回りくどい実践って長続きしないし、あんまり実は効果もなかったりすると思うんですね。だからなんか呪術廻戦の主人公、結局パンチ使うみたいなもんで、なんかシンプルなやつほど強いって僕はすっごい思ってるんですけど、いつも何事においても。はい。まず一個姿で見せる。掃除してほしいなら自分がゴミ拾う。挨拶し、ね、できる子に育てたいなら自分がまず爽やかな挨拶するとか。うん。これが最強だと思ってます。あとはさっきも言いましたけど、直接言う。もう言ってて恥ずかしくなるみたいなことも直接言います。だから自分も我が子にいつも大好きだよって言いますし、愛してるよって、宝物だよっていつも言ってますし、まあ、あとは文字に込め、手紙だったり、うん、クラスだと学級通信だったり、同僚に僕メモも書いたりしますよく。いつもありがとうございますって。文字に込めるっていうのも大事だと思ってます。文字を送ってるんじゃなくて、心を送ってると思って、それを文字に託して送るんですけど。で、じゃあいつそれ伝えるのっていうと、僕、それ聞く準備が整ってる時がやっぱいいと思ってて、雑然としてるときは伝わらないので、はい。で、僕だったら学校だったら朝の会とか、家庭だったらさっきも言ったように寝る前とか、そういったときに伝えるようにしてます。はい。じゃあ、すいません。ちょっと時間がなくなってきちゃったので、本当申し訳ないんですけども、叱る、ここをちょっと、お話、お伝えできればなと思います。叱るは僕は伝えるの実践のジャンルに入ると思ってるんですけど、叱る基準と叱り方は別っていうことですね。で、昨今、叱るに依存しないとか、怒っちゃダメみたいな、論調がすごい あると思うんですけど、僕正直あれあんまり好きじゃなくて、やっぱり叱るって絶対必要なんですよね。子供を育てるにおいて、人を育てるにおいて、はい。で、やっぱ人と同じだと思ってるんですね。要は使い方次第。火も便利に使えば物を焼けたり、焚き火見てたら癒されたりっていうことがあると思うんですけども、やっぱりそれが火事になってたくさんのものを燃やしてしまったり、ね、破壊してしまったりということにもなると思うので、やっぱり叱るは、とか怒りは、使い方次第だなって思ってます。使い方さえ間違えなければいい感情だし、あんまり叱っちゃダメって言いすぎると、ああ、また私叱っちゃったなって自己嫌悪になっていっちゃうと思うんですね。別に悪いことしてるわけじゃなくても。で、例えば僕いつも思うんですけど、愛する人が本当崖に向かってわーって走ってって、その走ってる人は、その先が崖になってるって知らなかったとき、目の前でそれをあなたが見てたらどうしますかってことを思うんです。そうすると、それをただ黙って見てて、その自分の一番大事な人がヒューって崖から落ちちゃった、ああ、落ちちゃったなっていうのって、黙ってて何も言わないって、優しいのかなって思うときよくあるんですね。例えばそれが本当に大きい声出して、ダメだと、そっちに行っちゃダメだと、崖があって落ちるからって言ったときに、僕これって愛情があるからできることだと思ってるんですね。だから、その叱るって崖に向かって走っていく子供を止める行為だと思ってるので、愛してるから叱る。だって叱ってる方が一番気分悪いですからね。本当に叱ってて楽しいって人一人もいないですから。そうだと思ってるんですけども。大切な人のためにどんなことを叱るかってことなんです、まず。で、この基準は僕人それぞれでいいと思うんですよ。子供たちとか、まあ、同僚もそうですけど、部下もそうですけども、いろんな人の中で育ってるので、あ、この人はこれが、許せないポイントなんだな。あ、この人はこれを大事にしてきたんだなっていう中で育っていくので、自分一人で網羅する必要もないと思ってるので、まあ、僕の場合はこうですよっていうことで、今書かせていただきました。この僕はこの3つは叱ろうと思ってます。で、ここ今日一番お伝えしたいんですけど、どんな風に叱るかっていうことなんですね。本当にこれだけ今日お伝えしたいんですけど、叱るイコール怒鳴るではない。これです。怒鳴ることが叱ることじゃないんです、ね。で、すいません。本当にごめんなさい。時間が。で、NG な叱り方。まず、紹介したいです。これだけ覚えていただけると嬉しいです。まず人間関係ですね。要は、自分がいくら間違ったことしてても、通りすがりのおじさんに、君ダメだろって言われて、はい、すいませんでした。すごく刺さりましたってないと思うんですよ。だから、
どんなことでも人間関係ありきなので、これは聞く実践でしっかりと作れば、大丈夫だと思います。次、あと言葉遣いですね。NG な言葉遣いがあるので、もうぜひ子供たちがもう一番嫌いな言葉遣いがあるので、1位は否定です。やっぱダメだねとか、あ、やっぱできなかったねとか、あ、どうせ君はみたいな言葉を子供たち使われると、もう一気に信頼関係も崩れたり、一気に言葉が入らなくなるので、それをやめた方がいいと思います。あとは、もっと何々しなさい、みたいな、今やってることを認めずに、もっとできるでしょ、もっとっていうのは、ああ、今の自分じゃ認められてないんだなって受け取る子が多いみたいです。あと嫌味ですね。あと人と比べるとか、あと兄弟と比べるはもう絶対 NG ですね。はい。突き放す言葉も良くないかと思います。3番、頭ごなしに怒鳴る。やっぱりね、注意レベルで済むことっていっぱいあると思うんですよ。でも、怒鳴っちゃう。これ本当 NG で、一回、同僚に、うわーって怒鳴られて叱られてる子がいて、うわーって大泣きしてたから、後でちょいちょいって呼んで、大丈夫かつって。で、何叱られてたのって言ったら、もうとにかく怒鳴られたのが怖すぎて、内容は何も入ってないんですけど、怖くて泣いてますって言った子がいたんですね。それ見たときに、うわー、伝わってないって恐ろしいなと僕も思いました。はい。あとはみんなの前で叱ることも NG かと思います。あ、なるべく、うん。とにかく建設は人、破壊は一瞬なので、いくら信頼関係積み重ねても、壊れるときは本当一瞬で壊れます。僕も昨日まであんな楽しく喋ってたのにっていう子、いっぱい、何人かいたので、はい。で、不要な叱りを回避するために、ぜひこの何かあるかも理論とかさぶた理論っていうのが僕の中であって、でこれはちょっとこっちからすると気になるなって行動してる子とか、同僚いると思うんですけど、あ、でもなんかあるかもしれないって一歩止まることが、実はすっごいその後の、ミスを防ぐのに大きいです。はい。一回、合唱コンクールの練習やるぞーって言って、全く動かない子がいたので、なんだみんなで一生懸命頑張ろうって言ってるのにって思って、うわって思ったんですけど、いや、何かあるかもと思って、おう、大丈夫かって声かけたら、先生すいません、お腹がめちゃくちゃ痛くてって言って、うわ、叱らなくてよかったみたいな、そうだったんだみたいなこともあったりしたので、何かあるかも理論、おすすめですね。あとは、かさぶた理論っていうのがあって、気になる人とか気になる子ってめっちゃ目に入っちゃうと思うんですよ。ちょっと謎な行動が。で、かさぶたって治りかけの。気になるから書いちゃうじゃないですか。でそうするとボロって取れると、また治りが遅くなるんですよ。血がふわって出て。じゃあ、傷ってどうやってやったら一番早くなるかって言ったら、ほかっとくと一番いいんですよね。だから実は、たまにはほかっといて距離取る。あ、これかさぶただって思うと、不要な叱りを回避できると思います。で、じゃあ、こういうふうに叱るといいよっていうことで、まず何をして、その子が。で何がいけなくて、で、これからどうするかまでのこの3つがセットで、実は、叱るっていうのの基本ができてるかなと思います。その子が何をしたって事実。何がそれがダメで、基準ですね。価値ですね。で、これからどうするか。うん。で、中には、俺は悪くない。絶対俺は悪いと思ってないっていう子もたくさん見てきたので、そういう時はやっぱり、傷つけてしまった相手とか、あなたを応援してくれてる人、信頼してくれる人がどう思うのかなっていうのを、やっぱり考えさせたいなっていう時もあります。あと、叱ったその後ということで、実は納得感が大事なので、盗っ人にも三分の理じゃないですけど、やっぱりその子がなぜそういうことをしてしまったのか、まずこっちが聞くっていうことが実はすごい大事で、それを聞いてあげることで、その後こっちが話すこともスッて入ることがあるので、納得感をすごく大事にしてます。あとは、たまにはもう俺なんかどうでもいいんですよ。もう終わったんですよっていう子がいるので、人を傷つけることもダメだけど、自分を見捨てるのはもっとダメだぞっていうことをはっきり伝えておくことも叱った後は大事だと思ってます。あとはネチネチ言わない。自分よく使うんですけど、叱った後にこれはダメなんじゃないのかなっていう話をした後に、全くわけわかんない、昨日のテレビそういえば見たみたいな、めっちゃ切り替えて全然違う話で入ってることよくあるんですけど、子供たちってやっぱ切り替えれないんで、せめてこっちの切り替えを早くしたいなっていうことを思ってます。あとは笑顔で終わるとか、子供たち結局何度も何度もやるので、いやお前前言ったじゃないかっていうのは全然成立しない世界なので、100回ぐらい同じことやるだろうなと思って、新人の会が一番必要だなと思ってます。次への一歩を踏み出すまで、寄り添いたいなと思ってます。はい。ということですね。今目の前にいる同僚、家族、妻、子供、大事な人、
いつかその人の声が聞けなくなる時が来ると思うし、いつかその人に伝えられなくなる時が来るかもしれません。それが明日なのかもしれないんですけども、僕は常にそう思ってて、だから躊躇せずに、伝えるし聞いてます。信頼関係はとにかく聞く伝えるを大事にして関わる時間と質でしかないと思ってるので大事にしてます。で、先ほども紹介させていただいた、僕新しい本出たんですけども、もっと詳しくこれに書いてあります。熊谷正幸で聞く力伝える力でやると出てくると思うので、ぜひ読んでいただければ嬉しいです。またオンライングループ、教育者のオンライングループ、今もう200人超えるぐらいまでになりました。現場から文句愚痴言うんじゃなくて、自分たちにできることを、自分たちの立場でできることをやって教育良くしていこうっていうことを今やってます。また Facebook、Instagram も熊谷正幸でやると出てくるので、つながっていただけると嬉しいです。ぜひ聞く伝えるで、いい関係を作っていただければと思います。時間が少しオーバーしてしまって申し訳ありませんでした。ご清聴ありがとうございました。以上です。あ、福間さんありがとうございました。はい、すいません。いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんか噂にたがわぬ情熱的なお話、大変ありがとうございます。ありがとうございました。本当に皆さんすいません。ありがとうございます。本当素晴らしいなというお話を聞きつつ、この裏で子供に残念な叱り方をしていた私、反省しながら聞いております。たびたび勉強に復習していると思います。申し訳ないです。いや、申し訳ないです。僕もたくさん失敗して。はい。はい、では今後のイベントで少しご案内させていただいた後、Q&A 懇親会場に移ってですね、インタラクティブに質問やコメントなどできると嬉しいです。と明日は最新の 3D プリンターを開墾して組み立ててみて、来週は社会貢献しながら生涯現役の方法を教わって、新NISAとお金の不安を和らげる科学的な方法を伺って、シナリオプランニングによる次世代リーダー育成と未来競争のお話、プロと一緒に立ち上げる自分らしいスモールグッドビジネスの作り方のお話、英会話の練習は独り言が最強と、提唱する先生のお話、リズムで人生を好転させるセロトニン活性呼吸法のお話、もし富裕層向けプライベートバンカーが大企業を勤務ならお金のことを何から始めるかを具体的にレクチャーいただけるお話などなどございます。興味持っていただきましたら、ブリッジターミナルの社外ポータルや福間の YouTube チャンネルをいいね&フォロー、チャンネル登録などいただけると大変嬉しいです。はい、改めまして本日誠にありがとうございました。この後ですね、一つ下の会場になる Q&A 懇親会場、どこだ、ここにいて今1個しかありますね、に移っていただくと、皆様がお話できたり、距離に応じて声が大きくなったり小さくなったりっていうのができるので、ぜひ、移ってお話できると嬉しいです。またアンケートもお願いしております。ぜひ登壇者へのコメントや運営の維持発展のため、極力忘れないうちにいただけると大変ありがたいです。では改めまして、素敵な登壇をいただいた熊谷先生に拍手スタンプをよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではこちらで YouTube ライブの配信を停止させていただきます。 YouTube で見ていただいた方も大変ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。